こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアワー始めていきましょう。ということで、ちょっとフォルティーレハワーツは収録が飛んでしまった、申し訳ないです。今回チェスト鹿児島、やっていきましょう。10位です。このぐらいで変えるだけで良い。前回引き分けで6点差に広がってしまったので、ここは勝っておきたい。チャンス、緑。出てしまった。いいですね。パッチング。これは相手側にボールが渡ってしまった。松木がキャッチ。前半もう折り返しても過ぎました。こうやってやられてしまう。人気がナイス。さあこれ気をつけないといけない。ファルですね。さあ相手をペナルティーキックじゃない、フリーキック。相手に押されている感じがします。ゴールキックになりました。早く先制点を奪いたい。相手に翻弄されてる感じです。危ない。美穂が一気に上がっていく。決めろ緑。あーっとバーに嫌われた。前半終了です。中盤が全員疲れてますね。これは全員チェンジです。相手を鹿児島を疲れてますからね。まあでもいい方向引き寄せたい。いいか、これチャンスですよ。落ち着いて、あーっと止められてしまった。危ない危ない。もう美穂がクリアです。まだピンチは続く。薄い、危ない。おお、
あと相手に渡してしまうが、これオフサイドです。赤が増えてきましたね、相手側は。まあ最も2人交代できますけどね。ナイスクラリス。ファールですね。緑が直接。防御が硬いからな。エリカ整えてしまう。相手にボールを渡してしまうシーンが多いです。相手は交代枠まだ1人に残しております。おっと、抜けたが窓か。落ち着いてトラップしてほしかった。いいか、ちょっと疲れが目立つか。さあこれ、結局スコアレスで試合が終了いたしました。嫌われたり、トラップ誤ったり、いろいろ。窓が絶対的チャンスだったんですが、これ慌てて蹴ってしまった。支配率はこちらの方が上だったんですね。引き分けに終わってしまいました。4位のままですが、勝ち点差も変わらずだな。リバセ大阪が、いや4位、3位から4位に落ちてるのか。リバセ大阪が3位に浮上です。残り試合考えると2位でも4点差だから厳しいですね。さあいよいよ次は筑波長間戦となります。筑波長間2位、明らかに強豪です。まあもちろんこちらグループ B で3連勝してますから、そんなに強くないんだよな。しかも怪我で3人いなくなってます。ディフェンダーが得意の守りがちょっと弱まっている。優勝するチャンスではありますね。で、我々のチームって言ったら、まなみがちょっと疲れてるか、ぐらいなんで、他はみんな健康状態青なんで、コンディションはこちらの方が上です。なので、筑波長間を破ってアジア一に、輝くチャンスだと思います。ぜひ
勝って、アジアのチャレンジトロフィーのトロフィーを持ち帰りたいと思います。応援をよろしくお願いします。YouTube チャンネル登録ぜひお願いします。Twitter のフォローもお願いします。ブログ、 Twitter もやっております。アクセスお願いします。カルチョビットはお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。